皆さんここんにちは日本語のの先生のりこです皆さ,ん皆さんはよく日本のアニメを見ますかまたは日本のドラマを見ますかあの気分転換にまあ好きだったら日本のアニメやドラマを見るのはとてもいいと思います。あの私はドラマやアニメで英語を勉強するのもいいと思っているんですね。 まあただ、時々ね、変な表現がやっぱりあります。普通の会話で使わないような表現があるから、気をつけなきゃいけないんだけれども、素晴らしいインプットだと思うんですね。え私は皆さんご存知のように、よく韓国語のドラマを見て、韓国語を聞いていますね。あの、わからないよ。 本当に難しいまだドラマは全然理解できないけれどもまあこれもインプットそして楽しみですね。はいあの今日はね実は日本のドラマについいて話したいんですね私が日本のドラマについて話すのは多分初めてかな覚えてないけど多分初めてです。だってね私日本のドラマ今全然見ないからね。 私は日本に住んでいた時にはもちろんよくドラマを見てたんだけれども今イギリスに住んでいて日本のドラマあまり興味がありません、まあ、見るんだったら韓国のドラマを見るんですが最近ね本当に久しぶりに日本のドラマを見てるんですねこれを話している時にはえ「まだこのドラマは終わっていません。全部見てない。 新しいドラマなんですそのドラマのタイトルはリコカツリコカツカタカタカタカナだ今言,今言えませんでしたねカタカナカタカナ四文字でリコカツです面白い言葉初めて聞きました離婚活動離婚活動を短くしてリコカツつまり離婚の話なんですドラマはね あの見始めたきっかけは評判がいいいいと聞いたんですね面白いそして女優さん主演の女優さんは北川景子と言ってとても綺麗で上手な人なんですけれども私この女優さん結構好きなんですねだから見てみようと思ったんですじゃあこのドラマのホームページの、えー、一部分をちょっと読みます。難しいきますよ。 運命的な出会いをし、交際ゼロに日婚した二人が早くも離婚。結婚したのは間違いだった出版社に勤務する編集者北川恵子と自衛官一家の長男長山栄太が送る離婚から始まるラブストーリー。これを読んだ時に、わあ、いいまとめをするな。 ままさししくこの通りだと思いました北川景子さん演じる主演の女性この人はキャリアウーマンでですす出版社で働いていてます結婚相手の男性は俳優の名前は永山英太さんこの永山瑛太さんが演じるキャラクターがとても面白いんですね古臭い伝統的なありえないような価値観を持っている男性なんです。 ドラマの中では昭和男と呼ばれています。昭和じゃないけれども昭和男、つまりそれだけちょっと古臭い考えを持っているんですね。例えば、結婚したら奥さんに家庭に入ってもらいたい、仕事を辞めて男性、旦那さんに尽くしてもらいたい、なんて思っている古い男性なんです。本当に古臭い。 それは私賛成できない。絶対嫌だ。<laughs> でもね、その二人が出会って、運命的な出会いをして、スピード結婚するんですね。早い。本当にあまり付き合わないまま結婚するんです。でも、お互いを知らないまま結婚しちゃったので、結婚生活が始まって問題が出てくるんですね。あれこの人、 実はこんな人だったのえこんな考えを持ってるのちょっと違うな。あれそしてあこんなに早く結婚しちゃったけどこの結婚は間違いだった。喧嘩になって大喧嘩をしてもう離婚するぞって話になってしまうんです。ここまで私はここまでで見た。でもねなんだか二人の雰囲気がいいんですね時々。 え、二人本当は好きなんじゃないのねこのまま離婚しなくてもいいんじゃないのでも離婚するの続きが気になるドラマです。つまり離婚から始まるラブストーリー離婚から始まるラブストーリーなんですね。これ面白いプロットじゃないですか今まではね離婚はネガティブなイメージそういうドラマが多かったと思うんです。うん。 あのちょっと待ってね今お水を飲みますごめんなさい、えー、例えば相手が浮気をして離婚しなきゃいけなかったとかそして女性が一生懸命生きるみたいなねでもねこれは面白いお互いが幸せになるためにお互い納得して離婚をする離婚しようとする。 そして自分の人生を新しく生きようとするというなんか明るいメッセージなんですよね全然暗くないそしてコメディ面白いシーンがたくさんんあるんですね、えー、ただ本当にラブストーリーということなのでこの喧嘩をして離婚しようと決めた新婚さん2人がどうやってお互い理解し合って歩み寄って まあ夫婦の関係を築いていくのかでもなんかもしかしたらやっぱり離婚するのかなまだまだわからない、うん、おすすすすすめのドラマででで私は好きですね最後まま見ると思いますただね一つ気になるのはこの昭和男古臭い価値観を持った旦那さんを演じる、ね、主演の男性この彼はですね奥さんのことを「君は君は」って言うんですね。 これは本当に変ですね普通の会話でま普通の生活で現実的に相手のことを君はなんていうことほとんどないと思うんですねうん、いやですね私はそこだけがちょっと嫌なんだけれどもまあこれはこの男性のキャラですねキャラクターうん、はいだからまあ聞き流してみてください 気にしないで見てほしいと思います。はい、今日は私が最近楽しんで見ているドラマ『リコカツ』リコカツについて話しました。またね。